ジョアン・ゼフェリーのダコスタは、ブラジルの画家である。リオデジャネーロで生まれた。1857年から、ブラジル帝国美術アカデミーで、ビクトル・メーレレスに学んだ。アカデミーで、いくつかの賞を得て、ヨーロッパ留学の奨学金を得た。1869年に、ローマに留学し、アカデミア・ディサン・ルカで、チェザー・アレ・マリアーニに学んだ。3年間、ローマで修行し、 さらにいくつかの賞を得て、留学期間の延長が許された。この間、ダ・コスタの代表作が制作された。カンデラリア教会の装飾が1877年に、ブラジルに帰国し、しばらく、ブラジル帝国美術アカデミーでメイレリスの代行をし、国立美術高等学校の講師を務めた。ダ・コスタの教えた学生には、ロドルフ・アモエド、エンリケ・ベルナルデリ、ルシリョで、 アルブケルケ、ジョバンニバッティスタ・カスタニエートがいる。1880年に、ブラジル皇帝ペドロ2世に、リオデジャネイロのカンデラリア教会の壁画の制作を命じられた。ヨーロッパを旅し、構想を練って、学生たちと壁画を制作した。1890年に、国立美術高等学校の副校長になった。ありがとうございます。